皆様こんにちはゆめのです、えー、今週も、えー、ありがたいことにね、無事に日曜日のお昼を迎えることができましたので、えー、1週間のおしゃべりをしていこうと思います。それでは始めていきます。はい、えー、もうお決まりなんですが、こちらの見栄えの変わらないタンブラーで氷たっぷりの水を飲もうと思います。今日ちょっとレモン入れてないです。いただきます。 なんかここ数日この辺りだけなのかわからないんですけど気温が高いんですよあったかいですね <laughs> これをやってるのにあったかいとか言うとあれなんですけどなんかねあったかくって早朝と夜以外はねストーブなしでも結構あったかいんですよ、まあ、これやってるんですけど今週はね一大事件が起こったんですよこれ初めて自分の身に起こってよく YouTube とかで見たことがあったんですよもうカードの不正利用にあっっちゃって そう、本当は、ここの画面とかに皆さん、あの、数字を載せられているじゃないですか。何万みたいな。あの、それが、私、全然気づかなくって。で、まあ、メールが来てたんですよ。あの、不正使用の可能性があるので、一旦止めますっていうメールが来ていて、それが本物かどうかっていうのをまず確かめなきゃって思ったんですよ。前も来たことがあって。いやーって思って、もうバタバタして、初めてで。で、私、その日に、朝ね、めちゃくちゃ早く出てて、で、帰ってきたのが昼だったんですよ。 メールが来てる時間帯に見てないので、もうそのメールが来て結構経ってて、で、そのメールが本物かを確かめることとかをしていてで、本物だったんですよ。そう。で、急いで電話をして、で、なんかこう、聞かれるんですよね。いろいろこ,この時間にみたいな。でね、なんでその私が気づかなかったかっていうのが、これね、あの本当に、これ今増えてるらしいので、もう絶対気をつけてほしいんですけど、何万とかじゃないんですよ。そう。私気づかなくって、 アプリとかも見てたんですよ。なんで気づかなかったって、私が不正利用された金額の1回目が1500円だったんですよ。もうね、1500円と思って。だから、1500円って別に不正じゃないって思ってて、その後もなんかね、何件、7件くらい不正利用あったんですけど、なんかね、結局その反映されてたのが全部4桁。もうね。 一番高額なのが、なんかめちゃくちゃ悲しかったんですよ。な,なんかあ、私に合わせた不正利用なのかなっていう感じの気持ちになっちゃって。一番高額が1万円っていう、もうね、私の中で不正利用って3万、4万、5万みたいな、なんかそういうイメージだったので、1500円とかってあっても、なんか、えってなって、で、めちゃくちゃ教えてくださるんですよね。この日にこの日にって。こんな少額なんですか って思わず聞いたらなんか今、めちゃくちゃその、小額な不正利用を何件もランダムにしていくのが流行ってて、皆さん気づかないんですって教えてくれてで、今回私はもう本当に気づかなくって、そのカード会社の方がその不審な決済で気づいてくださって、もう止めてくださって、止めたその日に、 メールをくださっていたんですよね。私はその、そのメールが届いている時間に全然家にいなくって、でもメールも見れなくって、お昼に見たんですよ。ね、1500円の不正利用ってと思ったんですよ。で、小額だったから、 なんかその、私 iPhone なんですけど、なんかこう、仕様の会社とか出るじゃないですか。あそこが Apple だったんですよ。でも絶対ないと思って。Apple で、あの、1500円はないですって言ったんですけど、私毎月、あの、iCloud の 200GB は400円で、毎月400円落ちてて、200GB の上の 1TB が1500円なんですよ。念のためにっていうことで、今回 Apple にも電話しなきゃいけなくって。<laughs> でも、 でも、カード会社もアップルの方もめちゃくちゃ親切で丁寧で、特にね、アップルに電話することなんてまずないので、で、電話をしたらめちゃくちゃ丁寧に、全部の件数を教えてくれたんですよ。全部の件数、もうほんと少額なんですよ。悲しくなっちゃって、気づかないよって思っちゃったんですよ。でもね、これほんとに、本当何万っていう不正利用のイメージを持たれてる方が絶対に多いと思うんですよ。4万5千円とか、3万いくらとか。でもね、1500円とか、今までその、 カード会社の方とかアップルの方が言うには1500円が大体最低のなんかラインらしいんですけど要はそのアップルの1テラが1500円だから気づかないっていう理由で1500円みたいなのであのもしねあのカードの請求をアプリとかパソコンで確認できる方はあの ね、アップル1500円とかあったらもうお気をつけください、これ本当に。私の方はね、もう無事にそのアップルの方のね、ご協力というか調べていただいて、結局そのカード会社に何度も何度も電話する羽目にはなっちゃったんですけど、毎月アップルで400円とか、時々そのアプリ買ったりとかしてるので、すぐには止めれなかったんですけど、そういうのなかったらなんか結構意外と、どこのカード会社さんもそうらしいんですけど、そういうアップルでの定期支払いとかがない場合は、 なんかすぐに止めれるらしいんですけど、私はちょっとね、あの、結構時間かかったんですけど、本当にあの、1500円っていうのが、あの、自分が使った覚えがなかったら、もう本当にすぐ <laughs> 連絡した方がいいです。というかまあ、カードが先に止まるらしいんですけど、稀にその、そのまま行っちゃって、あの、昇格だから気づかないで払っちゃって、 あの、全く解決せず終わる方もいるそうなので、お気をつけください。これは本当に今週の私の人生での初の不正利用。まあ、初で良かったのか悪かったのかわかんないんですけど、でもね、1500円ってね、しかもね、1テラかもしれないからアップルにってなっちゃって、もう本当にあの皆さん、どこのカードであれ、本当にこういうことあるらしいので、1500円とか。 三千とかね。気をつけてください、本当に。もう大変でした、クレジットカード止まっちゃって。あの、愛犬の、あの、ペット保険払ってるので、それも確認しなきゃいけないし、もうね。ペット保険とかは特に、うちの愛犬今年10歳なので、もう再加入ができないんですよ。だからもう、どのサブスクよりももう、あのね、聞きまくって、もう、もう、再加入できないんですとかって聞きまくって、そしたら、普通に、あ あの、カード情報を更新していただければ大丈夫ですって言われて、もうなんかね、焦りまくっても自分のこのね、あのサブスク関係よりも愛犬と思って、愛犬の保険があって思って、一番にそこへ電話したんですよ。保険会社さんに電話したら、もう、あ、あ全然あの、手動であの、入力してくださいって言われて、あの、日にちとかだ、だ、大丈夫ですかねってめちゃくちゃ聞いたら、あ、大丈夫です。その場合はこのお電話が記録に残りますのでって言ってくださって、もうね。 本当に良かったです。でね、もう、さっきカードが届いたんですよ。一番、愛犬のペット保険の情報を変更しました。本当に <laughs>。他はまだやってないんですけど、本当に、あの、少額のカード不正利用。これはね、本当にもう、 あの、この動画を見た方はね、あの、1500円っていうね、小額自分使ったかもって思っても、あの、チェックをしてください。本当に怖いです。もう、1500円。本当はこの画面にと思ったんですけど、慌てすぎてて、スクショ取る余裕なんてなかったんですよ、もで、さっき見たらもうなくって、<laughs> もう新しいカードになってるので、あの、明細とかがもうなくってあ、できないやと思っても。でもね、本当にこれ、今めちゃくちゃ増えてる、 らしいので、本当に小学の、あの、使った覚えないやつは、あの、メールとか来なかったら、もうカード会社さんに、逐一確認した方がいいそうなので、これは本当にお気をつけください。ちょっとね、一つ目のテーマからめちゃくちゃ長く話しちゃったんですけど、まあ、そのぐらい驚いちゃってね、もう一つというか、まあ、いつも日曜日は一つとか言わずに話し続けてるんですけど、実は2月に入って、 結構いろんなことをしてたんですけど、まあ、結果的にあの、いい形には全く終わらなくって、いい形に終わらなかったっていうのが、結局仕事に繋がらなかったんですけど、いいことはなかったんですよ。なかったんですけど、なんかね、自分のこう、進化、進化ってか、人間って進化するじゃないですか。その、猿から人間にとか、そんなでっかい進化ではないんですけど、言われたことに対して、なんか自分が思った感じが、前と全然違ったんですよ。多分、昔って、多分、 あの、ま、言われたのが、まあ、あの、あなたって、統合失調症だから、結局将来犯罪者でしょって言われたんですよ。それで、まあ、案の定、言われ慣れてるので、あ,あ、そうなんですかねみたいな、そんなことないんですけどねって感じで、まあ、流したんですよ。うん。まあ、流したんですけど、前は、その、流して終わり、あの、気にしない、気にならない、終了、みたいな感じだったんですけど、なんかね、この間それを言われたときに、今までとはちょっと違っていて、 その、ま、気にしない、気にならない、プラス、あ、社会のイメージってやっぱ最悪なんだ。よし、頑張ろうって思ったんですよ。そこがすごい進化したなって。自分でもなんか気づくの遅いなとは思ったんですけど、なんか最近そんなにこう、直撃的な感じで、統合失調症のイメージの悪さをニュースとかで見てても、実際に自分が言われることがあまりなかったんですよ。うん、あまりというかほぼなくって。だからなんかこう、ま、それ以外もね、結構いろいろ言われたんですよね。 まあ、一番ね、まあその結局仕事につながらなかった理由っていうのは、まあ、やっぱりこう、いや、そんな統合視聴症の人と仕事するとか私嫌ですって <laughs>。嫌だったんだと思うんですよ。まあ、嫌だったんだと思うんですけど、まあ、正直に言ってもらった方が楽なので、うん、なんかこうね、 取り繕ってね、いや、高校高校って言われて、いや、やっぱりみたいな言われるよりはズバって言ってくれた方が、時間ももったいないので、助かったんですけど、そういうことをね、直に直接言われる機会っていうのがなかったので、犯罪者でしょって言われたり、いや、なんで統合視聴者の人とって言われたり、まあ、それはどうなのかなとは思ったんですけど、いや、なんかそもそも、あの、人間として違いますよねって。 なんかね、私たち完璧なのにみたいなことも言われたし、まあ、これはね、あの、私がこう言っていったら、あの、相手の方の性格が悪いっていう風に思われるかもしれないんですけど、私は全然そんなことは思ってなくって、あの、普通だと思うんですよ。 うん。あの、統合失調症の人と一緒に働きたくないっていうのは全然普通にいらっしゃるので、これは全然相手の性格悪くないし、で、私たち完璧だしっていうのも、それはやっぱり、そうですよ。健常、健常者の健康な体の方が、あの、普通、完璧って思われるのも、全然これは私も、あ、そうなのって感じなので、確かに私はあの、欠陥品みたいな感じなので <laughs>、それは全然あの、相手が悪いとかではなくって、ただ私はね、逆に感謝をしていて、 やっぱそういうね、直に言われる機会ってなかなか今ないんですよね。まあ、今回もね、そのオンラインではあったんですよ。ズーム上ではあったんですけど、まあやっぱりこう、まあそのね、そういう言われる場所にね、わざわざ、あの、なぜ参加をしたのかってなっちゃうと思うんですけど、 まあい、いくらでもその、なんだろう、避けようと思えば避けれたんですよ。ただまあね、最近あんまりこう、直接そういうことを言われる機会がないなと思ったこととかね。まあ、たまにはやっぱりこう、まあ私結構ド M なんだと思うんですけど、たまにはやっぱりこう、徹底的にね、潰されるようなことを言われた方が燃えると思って、<laughs> やっぱりこう、ありありと社会の現実を、あの、身をもって、脳を持って、あの、耳を持って、あの、実感した方が、 気持ち的にやっぱりこう、やる気が出るんですよね。そこがね、すごく進化したなって思っていて。昔はもうなんか多分、自分のことしか考えなくてよかったんですよね。別に今も考えなくていいと言えば全然いいんですよ。勝手にあの、頑張ろうと思ってるだけなので。でも今はなんか、余裕があるとかではないんですけど、自分以外の人にそういう風な経験してほしくないっていう気持ちがすごくあって、これは多分、障害者雇用で働いた2社、2社とも最悪だったっていうことが、 あったので、せっかく頑張って障害者雇用でも頑張って働こうとかね、病気があるけど働こうって思ったり、あとはその働くじゃなくっても、あの社会とのつながりをね、持とうとしている人がね、あのこういう風なイメージっていう中に飛び込んじゃったら確実に傷つくじゃないですか。もちろんいい環境の場所もあるので、そんな経験したことないですっていう人が多分8割ぐらいなんですよ。だけど、でも残りの2割の人は多分 直面しちゃうので、ってなった時に、ちょっとでもイメージが良かったら、直面する、あのね、痛い目っていうのが少し柔らかいじゃないですか。だからそういうことをね、最近考える余裕があって、あの、そういうことを考える余裕があるのに、なんか特に気持ち的な余裕とかはないんですけど、なんか不思議な感じで。あの辛い経験とかって、なんか別にあの、する必要ないじゃないですか、わざわざ。<laughs> 私今回辛い経験しに、ドーンって入っちゃったんですけど。 でも、そうやって人のこととかを考えるようになったのが、もうこの人間としてね、40年の人生の中でね、結構変化だなっていうか進化だなって思って、人間って進化するんだなって。で、しかもね、もう40じゃないですか。<laughs> 今更進化するんだって思って。なんか、別にね、その行動を取ってるかって言ったら、あんまりその行動は取っていなくって、まあ、今回取った行動と言ったら、 あえてその絶対最悪なことを言われるまあでもこれは多分私があのド M な部分があるから突っ込んでいったんだと思うんですけどでもそのおかげでねやっぱりイメージ最悪っていうことが分かったんですよ。まあ、ちなみにあの言っちゃえばその,あの一緒にお話をした方っていうのが Zoom でねあの私1人なんですけど相手3人いたんですよ。<laughs> ちなみに3人ともあの医療従事者の方なんですよ。まあ、別にね、あの医療従事者の方って だったからこそ、そういうふうに言われたっていうのを、あの、おかしなことなんですよね。だけど、まあ、正直言われるって分かってたから、全然気になんなくって、あ、医療従事者の方でも、そういうことを言うんだなっていうことが、すごく、あの、分かったんですよ。医療従事者で、しかもこう、ね、人と人とのね、あの、やりとりをする方々でさえも、本音だったら、私とは一緒に働きたくない。統合失調症の人と同じ列に見られたくないとか、まあ、結果的にね、まあ、 悪い結果なんですけど、でも私としては、一般社会のイメージも悪いのに、医療機関の中でのイメージも悪いっていうのが分かったことはすごく大きかったです。あ、本音では、あのね、1対1でね、統合失調症の患者さんと話している方がね、本当は心の中では、いや、こいつら犯罪者予備軍って思ってるんだなとか、そういうことをね、分かったっていうのは、 ああ、私がカウンセラーさんに1回で断られたり、あの、10分でね、あの、もう出てってくださいって言われたりするのは、こういう現実があるからなんだって思ったら、なんか、やっぱ、世の中を変えたいなと、本当んと、v t る力でね、思いました。嫌じゃないですか。なんか、統合失調症っていうだけで、なんかこう、ね、医療従事者の方が、あの、あなたも犯罪者でしょって、いや、そう言いますかって、私たち完璧だけどとか、なんかね、もう、 <laughs> でも、そういう方めちゃくちゃ多いんですよ。うん。もう、なんだろう。自分たちはスタンダード。あなたたちはもう欠陥品。みたいな。普通にいらっしゃるんですけど、さすがにね、あの、最近ちょっと言われてなかったので、やっぱちょっと言われたいなって、あの、実感したいな、体感したいなって思ったので、まあ、1対3ですけどね、あの、突っ込んでいきました。<laughs> でも、楽しかったです。あの、私ね、あの、人と話すのとかね、あの、好きなんですけど、 あの、こうやってね、いつもこうバーって言ってるので、イメージつきにくいと思うんですけど、私、そういう場所だとね、あの、ほぼ発言しないんですよ。そういう時って、あの、相手が言いたい放題言ってくれた方が助かるんですよね。バーンって来るから。で私はその、結構人の話を、あの、聞くタイプなんですよ。<laughs> これ結構意外って言われたり、本当に聞くのとか言われるんですけど、あの、人の話絶対聞かないよねって仲いい子はね、あの、言うんですけど、全然そんなことなくって。 傾聴という言葉がね、あの、私のポリシーなので、話し終わるまで、あの、基本的に、あの、相づしか打たなかったり <laughs>。そんな感じなので、まあ、その方がね、言いたいことを言ってくれると思ったんですよ。特に今回は。まあ、でもおかげでね、やっぱりこう、イメージを変えるにはね、すごく、あの、コツコツとね、活動することが大事だなと思いました。なんかこう、大きな活動ってね、逆効果なんですよね。あの、例えば、 あの、私がね、統合視聴者のイメージを上げようとして、あの、すごい動画を作って頑張ってね、あの、練りに練った動画をね、作ったとして、例えばバズったとするじゃないですか。何十万回って再生されて、すごい拡散されて広がったとするんですけど、あの、それってバズってるだけなので、広がるんですよ、一時的に。でも、すぐ消えちゃうんですよ。だからみんな忘れちゃうんですよ。だからこそ私は、じわ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 、こう <laughs>、 やってるんですよね。それがめちゃくちゃあって、いつもサムネイルもなるべくいつも同じようにしてて、なるべく変えないように、バズっちゃうと、あの、確かに見てはもらえるんですけど、あの、飽きられるのもめちゃくちゃ早くって、だからその、私はその、バズらせたいというより、あの、じわ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 ,じわって、統合失調症でなんかこうやってやってる人いるっていうのをじわじわじわって広げたいんですよね。なので、 多分これからも特にそのネタにネタをこう考えてバズる仕組みをみたいなことは多分絶対しないと思うんですよ <laughs>。これはもうだってね、あの一時的になんか覚えてもらった方がいいって思う方ももちろんいると思うんですけど私はその意識を変えたいんですよ。社会を変える前に意識を変えないといけなくって。社会を変えるなんてもうとっても先のことなんですよ。まず意識を変えるところからなので私はそのバズって認知してもらうんじゃなくて あの、意識を変えたいんですよね。バズりたいんじゃなくて。かじわ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 って。あ、なんか YouTube で統合失調症って検索した後、夢のって出るぞぐらいのじわじわ具合でいいんですよ。今でもそのぐらいまでいってて。今ね、YouTube で統合失調症って入れると、時々、夢のって出るんですよ。なんからね、あ、いい感じと思って。か1万回とかいかなくっても、もうなんか、私の中では、100回200回でいいので、 あの、それを継続的に、あの、行くのが大事で。だからその、すべての動画が統合失調症関連かって言ったら全然違うじゃないですか。お金の発信もしてるし。それも、あの、実はもう言っちゃえば種明かしするんですけど、それも理由の一つなんですよ。統合失調症の人は何もできなくてずっと病んでるっていうイメージがあるんですよ。 精神のコントロールができないとかね。でも、私、今、精神疾患の話って、だいたい日曜日ぐらいしかしないじゃないですか。一1月はめちゃくちゃしてましたけど、あの、普段って、だいたい日曜日にして、土曜日はだいたいお金関係とか、私の中では企画の日で、で金曜日捨てかつ、木曜日アクセサリー。統合失調症の話って、だいたい月に4回しかしないんですよ。少なくて4回、多分。で、それって、あの、意味があって、何もできなくないですよっていう。 寛解してなくって、柔道の統合失調症でやってますけど、他のことできてますよ。アクセサリー作れるし、物も捨てて、お部屋を綺麗にも保てるし、で、お金の管理もできるし、で、おしゃべりもできますよっていうふうに、あの、じわじわってね、こう、本当にもうじわじわってね、こう、コツ,コツ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 やってるので、多分統合失調症って入れた後に、たまーに夢のって出るんですよ。 もうね、これは本当に私の狙い通りなので、もうこれはもう全然その収益化を焦らない理由でもあるんですけど、やっぱりね、バズっちゃえばすぐじゃないですか。<laughs> でもそんなのはなんか意味ないんですよ。バズっちゃったら逆にみんなすぐ飽きちゃうから、飽きて、そのまた新しいニュースでイメージ悪いって出たのに飛びつくんですよ。そうなっちゃったらもう私の意味なくなっちゃうんで、かもうそんな飛びつかれるようなことじゃなくて、じわじわじわって。で、たまにね、 自分が統合失調症になって不安だなっていう方が YouTube で統合失調症って検索した時にたまーに夢のって出てそのままクリックしてくれて出たらあ意外と絶望的じゃないかもって思われるのが私の狙いなんですよ。うめっちゃ種明かししてますけど。<laughs> そう、だからう今のところね、あの 1000人までもう少しなんですけど、そっちはそっちですごく嬉しいんです。やっぱり3年やってて、1000人ってやっぱ区切りだし、目標だし。でも、私の中では、現状のその統合失調症って入れた後に、たまに夢のって出る。<laughs> それの方がめちゃくちゃ嬉しくって、うわあじわじわだけど来てるっていう。<laughs> だから本当になんか再生回数とかもね、100回200回ぐらい回ってくれたら、私の中では、それくらいの方が飽きないんですよね。あの、探してる人が。 当たり前なんですけど、バズっちゃったら、統合失調症だけで検索したら、あの、もう有名な方というか、バズってる方が出るじゃないですか。でもその人たちの動画が何年も発信されてるかって言ったら、全然そんなことないんですよ。多分3年とか統合失調症を定期的に発信してるのって、それこそそのポジティブなことばっかり言ったりとかしているのって、多分あんまいないんじゃないかなって思うんですよ。も私もポジティブじゃないことはもちろん言ってますけど、 だからね、なんかこう、私の中ではね、統合失調症の人がね、いろいろ調べててね、今ってあの、Google 検索しても YouTube の動画何本か出るじゃないですか。ありがたいことにね、あの、私結構出るんですよ。あの、Google でも統合失調症って入れた後に、パンって押したら動画で出てくれるので、それでね、あの、あ、意外と明るく生きてる人いるって思ってもらえたら、もう私の中では、もう、こんな感じなんですよ。<laughs> っていうね、あの、目論みがあるので、まあ、だからね、なんかこう、別にかといって、あの、日曜日の動画でね、あの、作って楽しいです、幸せ、みたいな言ってることもなくって、悩んだら悩んでるっていうし、なので、なんか今のところ、やっぱりこう、計画通りに言っているし、まあ、改めてね、統合視聴者のイメージが最悪っていうのが変わっていないこと、かつ、医療従事者の方が、実はそんなこと思っちゃってたってことがね、分かったので、まあなんか今週はね、得るものが、 多い週だったなと思います。はい。これでもあのやっぱりちょこ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 じわ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 変えていくのが一番浸透がしやすいですよね。あの頭のこの辺でああみたいな感じでいてもらえた方がやっぱりじわじわいった方がやっぱり飽きられないんですよね。なんかそのバンっていったらね飽きちゃうから。うん。 なんでもそうじゃないですか。あのね、タピオカがバーって流行ったけど、未だにタピオカ毎日飲んでる人いるかって言ったら、まあそもそもこの辺りにはタピオカのお店ないですけど。<laughs> でもなんかその流行ったからって、ずっと流行ってるものってあるかって言ったらなかなか難しいじゃないですか。だけど、統合失調症って流行るとかじゃないんですよ。ずっと患者さんいるから。だからそういうバズるとかは全く不要なんですよ。 あの、一時的なものじゃないし、むしろ患者さん増えてるから、継続的に。だって100人に1人って今言われてるじゃないですか。で、気づいて病院に行かれる方も多いけど、気づかない方もいるじゃないですか。でもそれってずっとじゃないですか。タピオカとかとは違うのは当たり前なんですけど、流行りの病とかではないんですよ。ね、あの、じわじわ行くのがいいなと思います。じわじわってかその、こうじゃなくて、こう行くのが理想だなって思います。はい。 あとは何だろうな。今週はね、あの、そう、インスタの質問コーナー、あれ、本当にめちゃくちゃびっくりしちゃって、あの、質問いただけたのがね、あの、すごく驚いたんですよ。なんかこう、インフルエンサー的な活動されてる方が、あの、いて、まあ私は全然そのアクセサリー作ってるとさえも言ってないんですけど、まあちょっと仲いいんですよ。あの、もうこの辺の人じゃないんですけど、その人もね、なんか多分、フォロワーさん多分ね、な1万人以上いて、 でもね、質問コーナーとかしても、全然質問来ないらしくて、あ、そうなんだってなったんですよね。多分今は2万人近いんですよ、フォロワーさんが。でもね、質問コーナーをその人した時に3つ来たらしいんですけど、なんか3つともそんななんか答えにくいような感じだったらしくて。私今回ありがたいことに、それ聞いてたので、あの、0だったらとか思って、両方のアカウントでしたら、すごいね、本当に、 かぶってたのは、あの、もちろん兼ねてたんですけど、結局ね、20個くらい、20個以上か来てましたね。本当にありがたいですよね。なんかもうその YouTube から来ましたっていうのが、もう、私 YouTube で質問コーナーやってますとか一言も言ってなかったので、もうね、なんかそのすごい嬉しくって、ライブとかもね、録画見てくださったんだと思ったら、なんかもう、感動的な気持ちになってしまいまして、もうね。やっぱこう、嬉しいですね。なんか、 私はなんかこう、YouTube が最初っていう感じなので、他のね、方がやっぱ YouTube 難しいとか、大変そうとかお金かかるって言われてる中でね、私は YouTube は本当にもう、なんか日常の感じで、日曜日になったら喋るみたいな感じなので、すごい楽しくやってるので、でも一番やっぱりこう、いろんな影響力って SNS があると思うんですけど、 私の中ででもなんかこうラッキーですよね YouTube が一番簡単にできるんですけど影響力は多分 YouTube が一番あるんですよねだからすごいなって思うんですよ、うん、しかも私作り方とかやってないからあのハンドメイドと YouTube ってなってやっぱ知名度があるのって作ってる方なんですけど私作ってるところって全然ないんですけどそれでもやっぱりあのお買い物をしてくださった方がね YouTube で実は見て って言ってくれること多いんですよ。だから、ほんとすごいなって思って、なんか、今とか TikTok すごいじゃないですか。もうなんか、ショート動画みたいな。でも、やっぱりこう YouTube からって、TikTok からって言われたことないんですよ。一応上げてるんですけど、動画、短い動画を。YouTube からっていうのがやっぱ多くって、もうすごいなって思うんですよ。まあ、私は全然その、こっち先だから、ハードル高いとかも全く思ってないし、まあね、本当に、だから、ラッキーだなと。 思いました。はい。ちょっと長くなってきちゃったんで、ちょっと、もうね、ちょっとカードの不正利用話にちょっと、もう熱意が入っちゃったんですけど、本当にあの皆様、でも今って誰でもカード使うと思うので、気をつけてください。本当にもうね。そんな感じでね、まあ今週はね、でも、身をもってこう、世間のことが知れたので、嬉しいなと思いました。これ、今、 iPhone で撮ってるんですけど、お友達がね、あの、シーンで、あの、新しいスマホケースをなんか買ってくれたんですよ。なんか、すごいなんかランクが上がったかなんかですごい安くなるから、いるもんあるって言われたんですけど、どうしようって思って、そしたらね、なんか、これ、いるもんあるって聞いた割になんか買ってたっぽくて、<laughs> いるものあるって言った時にはもうこれが手元にあったみたいな状態なんですけど、まあ、親友ちゃんがね、これ買ってくれて、あの、全部。 お揃いで。ただね、これね、あの、めちゃくちゃ良いんですよ。カメラカバーあって、ここあって、めちゃくちゃ良いんですよ、ね。中もすごく綺麗なんですけど、唯一の欠点がちょっとごついので、あの、ハマらないっていう。でもこれすごく高級感ありますよね、なんか。キルティングがいいっていうのは前々から言ってて、前回白のキルティングでちょっと汚れちゃったんですけど、これね、なんか、 全然私、品番とかわかんないんですよ。いきなり、あの、手渡されて。この、これ3つだけ渡されちゃったんで。これすごいいいなと思って。結構、ごついの好きな方で、挟む機会とかない方は、これすごくいいです。なんかいろんな色があるのかなめちゃくちゃ高級感ありますよね。マットで。ちょっとはまんないのがあれなんですけど。 最新のだとこんな感じで、でいい感じです。めちゃくちゃ高級感ありますよね。これで割引前で200円くらいだったらしいので、めちゃくちゃ安かったらしいんですよ。その子子供服買うからめっちゃランクが上がってるみたいで、いるのあるって聞きながらもう注文してたあたりなんかすごいなと思ったんですけど。ちょっとね、これすごくおすすめです。ちょっと品番とかが全くわからないんですけど、おすすめです。はい、えー、そんな感じでね、えー、今週も。まあ色々あってもね、やっぱりこう人間って進化するし、 私のね、こう、じわじわ作戦もなんか効いてきてるし、やっぱりいいこといっぱいあるなと思いました。ちょっと今週はあの、ハンドメイドの話がなかったんですけど、まあね、ハンドメイドの方はね、あの、コツコツと、あの、4月に向けて、ね、私が未来のことを語るなんて成長したし、進化だと思うんですけど、もうね、4月に向けてコツコツと頑張っております。はい。そんな感じで、今週のね、1週間の振り返り、報告などでした。 今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います、えー。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。えー、この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。